増えてる。
向こうのさ、あのイメージイベントね。あ、なんか向こうなんかすごいゲーミングらしい。食べるな。はい、食べますね。どうもうまく取れないな。やっぱり縦の振動は弱いんだな。難しいね。出てないね。よいしょ。よいしょ。昼間は取りやすいんだろうな。から先はいけないですね。早く歩くとダメだね。早く歩くと、ブレるな。
はい、ですね、実はね、ここに来るの2回目なんですよね。1回目は、スマホを直に手に持って撮影してたんですけどね、ちょっとブレがひどすぎてね、リベンジに来てるんですけど、縦の振動には弱いか。今回ね、スタビライザーをね、使って撮影してるんですよね。スタビライザーでいいんだよね、これね。もう一回渡って帰りたいと思います。多分最初の1回目に撮ったやつに比べて手ブレはちょっと明るくなってると思うんですけど、ゆっくり歩くようにもしてるしね。少しいいのかな、ちょっと明るくなったかな。よいしょ。はい、というわけでね、久しぶりのちょっとね、散策動画撮ってますけど、先ほどの橋はあれですね、どうなんだろう、うまく撮れてんのかな。ちょっとは、どうだろう。ちょっとは、マシになったのかな、これ。わからんが。まあ、今回ね、このスタビライザー、初めて使ったんでね、ちょっとね、比較対象するものがないんですけど、昼間もあれだな、さっきの橋ですね。早く歩くとダメですね、やっぱりね。入り口で戻ってきました。キッチンカーがありますね。キッチンカー、たこ焼きとかある。たこ焼きっすね。
感じですね。おなんだ、あやまい。はい、ちゅう感じで、これですね、町田薬師池公園七彩の森紅葉祭り撮ってみました。まあね、とりあえずこれでちょっとこの2本目編集してみて、問題がなければっていうか手ぶれが低かったらアップロードしたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。